ラピタ人、ラピタ人は人類史上初めて遠洋航海を実践し、太平洋の島々に住み着いたと思われる民族。1952年、ニューカレドニアで発見された土器がラピタ土器と命名されたことから、この文化がラピタ文化と呼ばれるようになった。ポリネシア文化の源流とする考えが有力である。ラピタという名前自体は、 ニューカレドニアの現地語を発掘した遺物のことと誤解して付けられた。この文化が元々は何と呼ばれていたのかは現在まで明らかにされていない。ラッピッタ河原家の破片。ソロモン諸島のネヌンボ遺跡でオークランド大学のロジャー・グリーンらによって1970年代に発掘されたもの。破片幅は約8センチメートルで紀元前千年頃のものと見られている。 ラピタ文化は今からおよそ3600年前にメラネシアで発生、高度など起文化を持ちラピタ河原家を残した。ラピタ河原家の内高期のものは紀元前1350年から同750年の間にビスマルク諸島で作られたものが見つかっている。その後紀元前250年頃までに次第に多様化した。バヌアツやニューカレドニアには その地方独自の様式が見られる。メラネシアやパブアニューギニアのウンボイ島でも見つかっているが、それらが耐えた後もフィジーでは作られ続けた。また、ラピタドキはポリネシア西部では紀元前800年くらいからフィジー、サモア、トンガの一帯で作られ始めた。トンガからサモアへ、つまりポリネシアの東方に向かって植民によってラッピの文化が広がっていき、 続いて、マルケサス諸島、ソシエテ諸島、さらには、ハワイ、イースター島、ニュージーランドへと伝わった。しかし、ラピカ土器は、ポリネシアのほとんどの地域で途絶えた。これは小さな島などでは、土器を作るのに適した粘土が得られにくかったためと、考えられる。土器は、低い温度で焼いて作られており、貝殻や砂を混ぜて作られたものもある。多くは、 はがたの文様が付けられたが、これは樹皮膚や入れ墨などにも用いられていたと考えられている。ラッピタ文化圏では、文様のないもの、すなわち、石製の桑などの人工遺物や、黒曜石、チャートなどで作られた石器も見つかっている。豚、犬、鶏などの牧畜が行われていた。またいもや果実を収穫するための農業も行われており、主にヤムイもタロイも ココナッツ、バナナ、パンの木などが栽培されていた。これに加えて漁業が行われ、国曜石や石の区は、その原料となる各種の石や、貝殻などとの交換による、遠距離交易が行われていた。バヌアツ、エファテ等の手を埋石で2003年に見つかった古墳では、36体の遺体が25の墳墓、または亀館に埋葬されていた。遺体はすべて頭部を描いており、 これは一度埋葬した後に、頭部だけを取り去り巻き貝で作った指輪と置き換えていたためであった。その頭部は別に埋葬されており、埋葬されている老人の胸の上に三つの頭部が並べられていた墓が見つかっている。また見つかった亀冠の一つには、四羽の鳥が中を覗き込む造形が見られた。炭素年代測定により、墳墓の中の貝殻はおよそ紀元前千年頃の ものとされている。ポリネシアの西部では、人々の住む村落は大きな島の海岸沿い、あるいは小さな島に作られた。これは、ニューギニアの海岸などではすでに住んでいた、別の民族との衝突を避けるため、あるいはラピッタ人にとって、致命的な病気であったマラリアを媒介するかを避けるためであったと考えられている。証拠の上に作られた高床式の住居も見つかっている。ニューブリテンでは、 内陸部、国曜石の産地の近くに植民したのが分かっている。ポリネシア東部の島々では内陸部にしばしば海岸から距離のある場所に入植していた。ラピカドキはビスマルク諸島からトンガにかけて見つかっているが、その東端はサモア、ウポル島のミリファヌア村は外来種として結果的に多くの移住先で飛べない鳥をはじめとする固有種を絶滅させることになった。 ラピタ人の言語は、オーストロネシア語族のオセアニア言語の元となったオセアニア総語だったであろうと考えられている。しかしこれまでに見つかっている考古学資料は言語に関するものがなく、言語自体に関する資料は乏しい。ラピタ人のルーツは未解明の部分が多いが、台湾の土器との関連性が考えられている。わずかに発見されている人骨から人種的には、 現在のポリネシア人に似た大柄な人々だったらしいと言われてる。その祖先はオーストロネシア語を話すモンゴロイド系の民族であり、もともとは台湾にいたのだが、その一部は紀元前2500年頃に南下を開始した。フィリピンを経て紀元前2000年頃にインドネシアのスラウェシ島、ニューギニア島、メラネシアに到達した。ここで オーストラロイドのパプア先住民と根血し、ラピタ人の子祖となる。彼らは進路を東に変え、紀元前1100年頃には、フィジー諸島に到達する。現在、ポリネシアと呼ばれる地域への移住は、紀元前950年頃からで、サモアやトンガからもラピタ人の土器が出土している。サモアに到達した時点で、ラピタ人の東への移住の動きは、一旦止まるのだが、その間に、 現在のポリネシアの文化が成立していったと考えられる。5000から6000年前の台湾、または中国南部のオーストロネシア人から移動したのではないかと考えられている。台湾の赤い細長い東藩に似た特徴がポリネシアの亀藩にも見つかっており、言語学的にも対応が見つかっていることがそれを裏付けているとする。一部の研究者は ラピタ人の移住はトリプルアイに特徴付けられるとしている。それはという三つの過程があることであるとしている。現在はインドネシアやマレーシアではラピタ人に関するものは見つかっておらず、そのためユーラシア大陸の民族とラピタ人を結びつける根拠はない。またそれとは別にビスマルク諸島では三万年から三万五千年前に人が住んでいたことからこれが ラピタ人のルーツであるとする意見もある。それによると、ポリネシア西部でのラピタ人の広まりは、黒曜石の交易によるものであるとする。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。